区喜市立青毛小学校は埼玉県区喜市に所在する公立小学校。区喜区域では区喜市立区喜北小学校、区喜市立区喜東小学校に次3番目に新しい。校内には学童福祉施設青毛ワクワククラブが併設されている。区喜区域の北東部に位置している。また南側には埼玉県道153号去って区線が通っている。 校庭にはターザンロープ、鉄棒、上り棒、運転滑り台、ブランコ、平均台、ジャングルジム、タイヤ飛びが設置されている。平沼遺跡は現在の学校所在地にて出土した埋蔵遺跡である。この遺跡からは鎌倉時代の遺物が出土しており、その主なものとして素焼き土器や瓦家などである。この素焼きの土器の中には、 制作時にヘラ成形などが施されているものもある。遺跡の所在地では小学校が造成される以前、河原の原料として粘土を再度していた時期があった。このため、遺跡そのものとしては消滅している可能性もあり、またどのような性格の遺跡であったかなど、遺跡の種別や詳細は不明である。なお、出土品はこの粘土を再度していた時期に収集されたものである。 遺跡の名称は、青毛アザ・ヒラヌマという地名に由来する。ありがとうございます。